皆さんこんにちは、ゴースクです。今日は今から道志道行ってみたいと思います。それでは行ってみよう。今日は今まだ相模原の橋本駅っていうところの近くで、ここから、どうやって帰ろうかなっていう時に、前から行ってみたかった道志道が近いっていうことで、今日は道志道を通って山中湖を見て帰りたいなと思ってます。3日間関東でいろんなところに行ったんですけど、富士山がなんせいつも雲がかかっててあんまり見えなかったんで、うまそうだな。今日は今のところ雲一つない快晴に恵まれてるんで、まあこれで富士山見えんかったらちょっとびっくりなんですけど、多分山中湖とかって本当富士山が見える絶景ポイントだと思うんで、いや楽しみだ。続々とライダーつながっております。すごい。うおー早い。どんどん登っていきます。今のところまだ富士山は全く見えないですね。よし、道志道待ってろよ。国道410、あれどっちだったっけ、宮ヶ瀬ダムってなんかよく聞くやつですよね。413号線だったと思うんですけど、まっすぐ行ってみるか、宮ヶ瀬ダム行ってみるか一回。いやしかし腹が減った。うおー、気づくと後ろからライダーがすごい数です。やっぱりみんなこれだけ向かうってことは、もう今ここ出発してからまだ15分ぐらいなんですけど、この時点でこれだけのライダーに会うっていうことは、いや道の駅どうなってる。うお、一瞬でライダーに挟まれる。これが道志道。まだ入ってないか。どっから山梨県に入るんだ。まだ多分神奈川県だと思うんですけど、これを左か、行けるか、どうだ。よし行きます。413号線行ってみよう。道志28キロ、山中湖までは50キロぐらい。おお、一気に涼しい。そして気持ちいい。前京都の三山に行った時も結構こういう道が続いたんですけど、こういう感じの田舎の道をただゆっくり走る、いやこれが道志道。おお、もう帰ってきてるのか、もう行ってきたのか。よし行きます。西沢大橋渡ります。おお、なんか気づかんうちにどんどん上がってきてます。急カーブ、速度落とせ。ここから急カーブが連続。うわー、セブンイレブンいいぞ。おお、すごいライダーの数。ここが最後のコンビニだったのか。いやーコーヒー飲みたい。お、癒しの湯。みんな曲がっていきます。まずは温泉ってことか。お、最高地点、標高 451m。 お、ここが最高地点か。こっから下っていくってことですね。次はどんどん下ってます。すごいな、あえてゆっくり走れるところもあればいきなり急カーブ連続。これがこの413号線道志道。おーすごい。お、手打ちうどんに鮎料理か、いいな、鮎食いたい。お、お食事どころ湯川屋、やってるかやってないか。まだやってたらいいんだけどな。あそこに神奈川県相模原市の文字。ということはここは山梨に入ったのかどうなのか。よし行きます。ここからが道志村か。ということは山梨県に入りました。ついに山梨県到着。山梨県に入った瞬間またどんどん登ってます。いや初めての山梨県。うわーすごい山。
しかしこれじゃあ富士山は全く見えんな。うわー、ついに道の駅道志到着。うわー、すごいライダーの数です。よし、道の駅道志ありがとう。いや、道志道いいぞ。よし、ちょっと止まります。先どうぞ。バイバイ。よしよし、富士山待ってろよ。どこまで行ったら景色が広がるのか。現在全く富士山見えません。おお、富士山が見えました。こんなことがあっていいのか。今ちょっと調べたところ、パノラマ展望台みたいなところがあるみたいで、そこまで行ってみたいと思います。お、ここか。パノラマ展望台ついに到着。いや、本当にえげつない景色広がってます。すごい。というわけで今日は道志道を通って、この山中湖、そして富士山に来ることができました。めちゃめちゃ綺麗です。それでは皆さん、またね。チャンネル登録お願いします。よし、静岡ビール買って下道で帰ろう。